ケイさんにクイズ出していいですか、はい、あ、何ですか急に。T シャツってね、うん、まあ最近やったらこうボトムスとかなんかこう、はい、トップスとかいろんな言い方も変わってきてなとかっていう流れから、うん、そもそもそういえば T シャツってなんで T なんやろってパッとふと思って、うん、あの形が T やからかって思ったんですよ、うん、ね、ほんでじゃあ Y シャツってなんで Y シャツなんやろって思ったんですよ、うん、さあ Y シャツってなぜ Y シャツというでしょうか。違うでしょ。いや、なんとなく形が Y、 形が Y? Y ではないか、うん、皆さんも一緒にお考えください。日本人的な発想、それとも外国的な発想？外国も関係してきます。外国も関係してくる。はいはい、そうですね。ヒントは、ヒントヒントは、うん、まあちょっとまあヒントになるかどうかわかりませんけど、ちなみにボタンを開けた感じ、はあはあ、がワイシャツ、うん、っていう線もあるんですけど、それではないです、うん、はい、そういう考え方ではない。 T シャツが T という形を形が Y とかじゃないってことは、はい、そういう形ではないです。ローマ字のその順番がどうとかは関係ない。お、ローマ字の順番そうだな。まあそうやね、関係ないね、うん、じゃあ何かの頭文字。あー、まあでも近くなっては来てると思います。なんだろう、うん、正解は、うん、もともとホワイトシャツなんですよ、うんうん、でホワイトシャツっていうのを Y シャツ、 Y シャツって Y ってこう表記する方が、うん、ホワイトの発音に近いからっていうので Y シャツで定着したんですよ。じゃあ本当はホワイトシャツから、英語ではホワイトシャツっていうこと、はい、あ、そのホッタイムイジルな的なこと、ワッタイムイズイットとかを、そう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 、それをワイシャツって表記した方が、もうみんなが言葉でワイシャツって言った時にホワイトの発音がワイが一番近いからっていうので定着してワイシャツになったんですって、うん、へー、なんかね不思議不思議っすよね、うん、形からとかやと思いますよね、うん。